はい。今回はですね、こちらですね。アドレナリン大噴出テリーザキッドですね。まあ、新キャラですけどね。元にあったね、火のね、テリーザキッドの方を絆覚醒して欲しかったかなってのは正直ありますね。アビリティが爆発ドープ耐性、異次元ホール無効、中、カウンター無効。あ、ごめんなさい。異次元ホール無効、カウンター無効、時間超人キラー中ですね。原作だとね、時間超人のライトニングたちにね、やられてた覚えあるんですけどね。キラーがついてるんですね。で、まあ、これはね、結構言われてますけど、まあ明らかなその、チケット募集のね、ライトニング専用機みたい、専用機っていうかもう、それを、倒すために出てきたようなね、やつですね。まあ、ガチャ対策かな。なんで、まあ、結構、これがいると結構、あれかな？まだ僕、この時点では挑戦しないんですけど。で、必殺技が、テキサスハゲワシは二度飛翔する特ですね。これも、まあ、若干、新しめの技かなと思いますね。もう、これも最後にちょっとお見せしたいと思います。で、友情アタックが、ピーナスショット特。これね、要は、遠い敵に向かって口に含んだピーナスを複数体に飛ばし攻撃する技ってあるんですけど、まあ、最大3体ですね。この点は、ちょっと前に出てきたね、ロイヤルウェディングの筋肉マン。火の筋肉マンの友情アタックと、タイプは一緒ですね。向こうは、スピードダウンかなんかついてたと思うんですけど、こっちはまあ何もなしで、まあ、最大3体の敵に対して、食らわせるって、さっき見たら大体ね、属性有利不利なしで、あとまあ、キラー効果なしだと大体6000ぐらい。1体につき6000ぐらいのダメージ与えてましたね。で、ちょっとね、今、これオペ強化してるんですが、元がね、ステータスがね、HP は、これはまあ、19,226でいいんですけど、攻撃力がね、2,387。で、スピードが、6,524なんで、まあ、攻撃力高めのステータスかなと。あとはちょっと HP とかは低めかなって感じですね。はい。ということで、まあ、ちょっと、やっていきましょうかね。まあ、ここまであからさまのも久しぶりかな。まあ、今、ね、下のね、3体ね、忍者、コブラにね、ピーナスショットをね、食らわしてったんですけど、まあ、こんな感じですね。で、ちょっと、1体だけだとどうかな？ちょっと当てれるかな？これもそうだな。これもちょっとあれですね。複数体とは言ってたんですけど、1体だけの時もちゃんとね、これロビンマスクと一緒かな？確実に3回攻撃してくれますね。そういう点では、ちょっとロビンマスク同様になかなか地味ではあるんですが、優秀な、友情アタックなんじゃないかなと思いますね。こんな感じですね。一回じゃあちょっとね、必殺技の方を打ちに、打つところまで、カットしたいと思います。はい、じゃあちょっとね、必殺技を打っていくんですけどね、これ2回攻撃するんですけど、その2回攻撃した時のね、軌道上に敵がいれば巻き込めるっていうタイプのやつですね。ちょっとまあこれも軌道がどういう風に来るかわからないんで、1回目はこれ当たらん感じやな。1回ちょっと打ってみましょう。うん。っていう感じですね。2回目は今ちょっとザコ巻き込みましたけど。まあ、なんつうかな。追加効果とかはないんですけどね。友情アタックと、必殺技ともにないんですが、まあ、それを含めても、まあ、結構、キラー持ってるんでね。時間超人キラー中の。だからまあ、時間超人が出てくるとこでは、かなり強いんじゃないかな、とは思いますね。さっきも言ったように この流れはどうなのかな、とは。こう、あんまり、どうかな。要は、もう対猛獣用みたいなね。まあ、なしでもね、テリーなしでもクリアされてる方はされてると思うんですけど、それを踏まえてもちょっとあからさまだなとは思いましたね。またじゃあ、次のね、超人を紹介したいと思います。では。